お待たせしました。路線バス乗り継ぎの旅第11弾です。今回はこちら、埼玉県川越市時岡にやってまいりました。今回はから徒歩13分、こう有名なね、ここの埼玉県の観光地ですね。もうバス旅で何度も川越来てますね。なんでかわかんないですけども、はい、というわけで今回はですね、こちら、時の鐘スタートです。はい、第11弾ですね。そして今回ですね、バス旅準レギュラーをお呼びしております。この方です。いつものローニー君です。おはようございます。あ、おはようございます。今ちょっと久しぶりに時の鐘さんがちょっと眺めてしまいましたけど、久しぶりですね。いや、本当に久しぶりですよ。本当に、ね、いいですね、時の鐘ね。はい、今回この時の鐘から第11弾スタートします。はいはい。でですね、まだね、ローニー君にはスタート地点発表してません。はい、なんかね、ローニー君、最近のバス旅難易度が低いから生ぬるい、もっと難しいの出しやがれこの野郎って言われたんで、今回だいぶ難易度をグッと上げてきましたんで、いや頑張ってください。もう自分ででも、あね、簡単すぎちゃうと確かに見てる人もつまんないよね。まあそうですね、だからやっぱりちょっとね、わかんない方がね。なので今回はね、とびっきりのコースを用意してきました。では発表しましょうか。あ、じゃあゴールから発表ですよね。そうですね。あ、じゃあ、ゴール発表しますね。はい。はい、じゃあ今回第11弾のゴールはですね、はい、埼玉県。あ、県内か。はいはい。秩父市にあります。え、秩父市？え？秩父市？西武秩父駅です。それではスタート。行きましょう。え、秩父駅？はい。チェックポイントは何時です。え、秩父駅。え、秩父駅。え、秩父駅。ちょっと待って。これいきなり始まっちゃうけどね。え？今回は秩父駅を目指してもらいます。秩父駅って。ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ。9時40分スタート。パーンとこれ流れるんだ。パーンと流れるの、もうあんまり気持ち的なパーンじゃないんだけど。どう意外でした？いや、意外だったな。なので今回秩父がゴールなんで、西武秩父駅か。西武秩父駅までバスで行ってもらいます。で、あれなんですよ、我々の終点の関係で20時24分の特急に乗れなければアウトなんで、それまでにゴールしてください。それに間に合わないと分かった時点で失敗になりますんで。じゃあスタート。どうしようかな。一回川越駅行った方がいいのかな。もう任せますわ。どうすか、難しそうですか今回。だって山があるよな。そうですね。いや、ちょっと地図開いてはいないけど、なんとなくそういえばだからかこれ、だからあれなのかね、どさあ、初の失敗となるのか今回。9時台はないんだな。9時44分に川越行きは来るけどな、川越行った方がいいのかな一回。9時41分。9時44分、川越にはちょっといいですね。川越駅行きか。行ける。川越行こうかな。川越行く。川越行こうかな。8時何分か。ということはでもあと10時間くらい。まあ情報収集したい。川越駅と観光案内所は JAL にあるけど。ああ、なるほど。そこで出てくる。確かに情報を得られた方がね、いいかも。どうやってバスだけを乗り継いでいくかっていうのがね、今回の。でもこれ絶対途中歩かなきゃいけないと僕思うんだけどな。だってあ、来ましたね、うん、ちょっとこれ乗りましょうか。乗りましょう。追加でご利用いただける
はい、到着しました川越駅ですね10分ぐらいで、うん、とりあえず川越駅で情報収集って感じですかね。ね、ダイナさんはここでスタートね。そうですね、ここにも撮りましたもう何度も寄ってる川越駅ですね。もうなんかここがここももう準レギュラーみたいな感じになってますね、川越駅も準レギュラー川越駅です。そしてね、ここ川越市もあのゴルフの会場があるんですね、この東京オリンピックで。あと単純なことを言えば、この東松山駅はまあ少しまあ北西側かおには行ける行けるけど、2番のです、東松山、東松山こっちか。あ、あ待って、それで、あーダメだ、あダメだ、途中までしか行かないな。あら八幡団地が10時10分、八幡団地どこを目指すか。なんか地図見ててもね、どこもさ、東高線がうねんですよ、なんか変な感じになってきた。山越えそうですか。だから山だから、山行くからね。はいはい、ああそしたらなんか別系統のやつとなんかこう乗れるような感じで、先生あの目的地は東松山じゃないんですけど、秩父方面なんですけども、はい、東松山に行ったとして、そこからもう少し西側の方っていうのは分かりますかね。と、まあ、熊谷の方行きますだったら出てくる。そうですね、熊谷がありますよね。例えば小川町とか出る方法とか寄居とかに出れないかなと思いまして、秩父を目指しててバスと歩きだけでつなぐって考えた時に、どこをまあ目指したらいいかなって考えた時に、飯能とかだとなんかもう完全に東高線でしたりとかしたんで、寄居とか小川とかの方に行ければいい、まあだったらまだ多少は平坦なのかなと思ったりしてる。熊谷に出てもらえれば、熊谷から小川町行きバスあるんですか。あ、そうだ、あったな、それは。小川と熊谷っていうのは、はいはい、熊谷さんであったと思うんで、なんか使った、なんか道の駅を通って寄りには行ったことあるんで、本数が多くなかったので。でも小川町か、じゃあ下手にあまり反応とか行くよりかは、やっぱりちょっとこっちが北上して迂回してからの方が、秩父はまだ。秩父ですか。秩父です。秩父の駅の方。西武秩父駅です。西武秩父。まあどこを見てもなんかそのやっぱりどこを見てもやっぱり、まあ、歩くのは確実なんだろうと思うけど、もう西武池袋線が走ってあるので、で途中でバスも途切れてし、東高線もあるから、多分ここはもう山道だなと思う。小丸峠歩いてるしかなかった。そうですよね。多分それはちょっとなんか無謀な感じはするので、反応目指すよりかまだこっち側なのか。ちょっと遠回りですけどね。でもなんか寄りからもなんかあんまりバスはなさそうなんで、こっちが地図見ても、じゃ目指すのはやっぱり熊谷の方がまだいいですかね。多分東松山熊谷あたり、これすぐ南城からついてる。そうですよね、はい、そうですよね、ちょっと遠回りなんだけど、まあちょっと通ってます、はい、すみません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。10時10分、八幡団地あと5分しかないな。ちょっと、はい、もう東松山方面、もう北から攻める感じですね。あ、じゃあ乗っちゃいます。じゃあこれで池どこまで行きましょうか。これ八幡団地だ。八幡団地どうしようかな。ちょっと行く、乗ります、はい、じゃあ行きましょう。
疲れでした。人命庁車庫で途中下車しました。これは2個目です。なるほど、聞き込みをするわけですね。もう一回撮って10時28分ぐらいですね。鴻巣で、鴻巣から、はい、どうしか行けないか。なるほど、ここが人命庁舎庫、うん、あ、そうだ。いや、やっぱこれ聞き込み大事なんですね、これね。聞き込みが。次のことをちょっとお尋ねしたいんですけども、はい、ここから、はい、鴻巣に行ったとして、はい、鴻巣から東松山ってのは行けるんですかね。鴻巣から東松山ですか。今なんか東松山の行くバスが12時台までないので、鴻巣、新名町車庫のとこ通るので、11時47分にあるんですけど、はい、で鴻巣行ったら鴻巣から東松山の方に行けるのかなと思いまして。鴻巣から東松山ですよね、はい、川越観光さんの方が出てますので、はい、こちらのバス乗り継いでいただければ東松山には行けますか。鴻巣、はい、駅東口で降りていただいて、はい、で鴻巣駅 その東口から西口に行っていただいて、反対側に、そうですね、はい、1時間ぐらい多分かかるので、あ、鴻巣駅、そうですね。この途中からとかこっちには行けないんですかね、その川越観光。あ、川越観光さんの方が小宮の方からこっちの方に向かって行くんですけれども、はい、それは結局その免許センターの方から来る、共通で走ってるのはここからの小宮からなので、その羽織さんも、はい、本名です。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あー、どっちあれかな、とりあえずあれかな、とりあえず鴻巣方面に行く。なるほど。で、小宮か。あー、でも待ってね、鴻巣でもどんどん秩父から離れちゃう感じですね。そうなんだよね、そうなんだよ。あるいはまあさっきのこの工業ってまあちょっと分かりづらいって言ってたけども、そこから東松山方面に向かっていくって手もあるっちゃある、うん、なるほど。人命庁舎庫、鴻巣行きはそんな多くないんだ。なるほど、鴻巣行くとしたらもうこれ47分で、八幡団地行くんですよ。次11時2分だ。11時2分。もう八幡団地しかない。ここまでないか。なるほど。じゃあ、あともう7分ぐらいで来ますね。鴻巣駅は。ああ、暑い中待ってらっしゃるかしら。これちょっと難しいですね。もうギブアップしますか。え、ギブアップしますか。でも多分これ、もし視聴者予想投票ってのがあるんだったら、うん、多分失敗の方に流れる。抽選で10名様に。なんだろうね、抽選10名様、何をやめようかね。なんかロニー君の髪の毛を。昨日髪の毛切った。視聴者投票あったら、みんな失敗に入れてるわけね。だってこれ絶対歩くのは決まってったもん、だって。あ、そうなの？え？そうなの？だって、山の方行くんだよ。右側とかのやつ見てもさ、これもなんか等高線でなんかすごいうねうねしてるし、お時川とか東秩父村とか確かに秩父市と繋がってるけど、見てよこれ。ああ、まあ峠だねこれもね。あ、でも峠だよ。峠だよ。じゃあ寄居とか小川町まで行って、そっからまあどっちかからが行く感じですかね。寄居だったらまだなんかこの秩父大川、はいはい、要はその沿線歩く旅とか、あと街道歩く旅とかのこの辺歩いたりとかしてるから、ドブロック歩いてたところですね。そうだから、まだほら、うん、これの方がまだ歩きやすい気はするんだよ。なるほど。じゃあもう反応ルートはなさそう。反応ルートはない。だってこれは歩きが分かんないもんだと思うんだけどか。あとはそれか、その寄居から秩父間で行くか、あとはまあなんだっけ、さっきの東秩父村突破するとか。東秩父村ね、でもそれも峠だったもんね。こっちの方が遠く、まあ
前行ったこのなんだっけな、道の駅の秩父、はい、で、まあ、11号とかイーグルバスで行きましたね、第5弾で。確かに、まあ、ここからちょっと少し別の方向行けば、確かになんかこう、うーんってしつつ、皆野町とか、まあ、まあ、まあ、で、これでもちょっと。こんなのあると思うんだのかな。でも確かにショートカットはできるけど、これショートカットどころじゃないよ。がっつり山道だね。がっつり山道歩くよね。しかも、この後予報では雷雨だそうなんで場合によってはちょっと危ない道になるかもしれないですね。じゃあ寄居から秩父王冠ルートか東秩父を突っ切るか飯能から突っ切るかって、もうそれぐらいになってくるかな。飯能ときがわ東秩父村、歩きやすそうなのが秩父王冠。なるほど、秩父鉄道沿い。おお、熊谷まで行けばなんとか、まあ小川町には行けそう。ただ本数そんな多くないんじゃないかと思って。ああ、まあそうだね、ちょっと分かんないです。でも小川町から寄り行けるのは知ってるけど、うん、ただあれも本数多くないなってのは、そりゃなんか前回乗ったあれですよね。そう、第5弾で、第5弾で、うん、あ、小川町免許証、あ、これだ、これです。到着、コメを行きます。あ、違いましょう。今11時33分です。あの場所なのかな。まだバスは来てないですね。はいるけど東松山行き、あった、東松山行き、はい、あっ11時35分。すごい、今11時34分ぐらいなんで、お東松山行き、あ、ありますね、11時35分あショートカット成功じゃないですかこれあ、あ時刻表もらったかな。お、すごい、かけに出て成功しましたね。まあちょっとあれ遅れてたからヒヤヒヤしたけど。あ、もう確かにあの看板見ると東松山って書いてますね、これまっすぐ行くと。あ、西見百穴もやりましたね。ショートカットこの地域まで行かなくてよかったんじゃないですか、これただ歩かずそうなんです。まあまあ早くね、まあ、東松山につければね、早くつけた方が。こっちは川越観光バスなんだ。川越観光バス、まあ、違うんだね。ちょっと秩父方面の雲が怪しくなってきてますよね。あれ、まあ降んなきゃいいんだけどな。あ、よかった、東松山行きだ。
着きました。東松山駅です。ちょうど今12時です。お昼の昼スタートから2時間20分でまだ東松山駅というなかなか西の方に行けないという。あ、これは熊谷駅行きですね。20分後か。でも一回ちょっと見た方がいい。あ、行っちゃったな。7時から。ああ。今準備中ですね。1時から。ってことは聞けない。聞けないよ、ちょっと。今ちょっとダチョウクラブっぽかったですけど。聞いてないよって感じだな。運転手さんも、はい、やっぱり、ね、熊谷出た方がいい。あ、本当に秩父行くには。いや、こっから西に行くのは、うん、ないみたいな。あ、東松山からは、うん、じゃあ熊谷、熊谷で一応熊谷から岡山で1時間2本くらいはある。ああ、あるんだ。とはなるほどね。はい、じゃあこれ乗って、はい、大橋、途中で大橋南ってとこです。大橋南降りて、はい、そこでまたさっきと同じように1時に、はい、これ1時頃熊谷駅に着くんだけど、うん、1時にちょうど小川町行バスがあるから乗れないから、途中で降りて。なるほど。大橋ってどこですか。大橋南。大橋南、はい、はい、じゃあそこで降りましょう。大橋南です。はい、大橋さん見てますか。大橋さん見てますか。はい、というわけで、はい、というわけで、はい、はい、じゃあここから反対側のバス停行くと、反対側のバス停行くと小川町行きます。あっちですね、はい、あっち、あ、待って、あっちから行く、あっちから行く、じゃああそこですね、うん、はい、ここもう熊谷市ですね、ここが。暑いで熊谷って感じだね。ねえ、確かにそうだ、暑いとこだ、日本一暑いとこだ、ここ。あれかだ。この橋渡ると荒川越えて熊谷駅の方まで行けます、うん、熊谷駅1時発の小川町駅行きのバスが、あの運転手さんの言い方に合ってれば。なるほど。今だいたい12時50分だから、まあ大丈夫そうですね。荒川大橋ってのがあるんだ。荒川大橋、右から読むんだね。そうだね、昔のあれです ね、 ね、あの上から読んでも山本山みたいなちょっとそれ違うか、ノリだね、ノリですね荒川大橋ってのが昔かけられてたんだね。あ、その名残なのか。これがなんか残ってんだ、うん、へえ。はい、反対側に渡ってきました。小川町駅。ちょっと待って。さすがにこの12時50分ってのは、あ、これなんだこれ、順調だな。でも12時50分ってのはあるけどさ、うん、あ、でもこれ違う。県立循環国鉄違うな。小川町駅。13時10分が順調で、あ、経由の小川町駅か。呼吸器病センター。これしかないってことだね、じゃあね、小川行くには。あ、危ないね、これ逃すと次2時間後だぜ。え ?15 時。え?10分だから。これ全然本数ないじゃん、日本って2時間に1本だね。そうだね、危なかったね。
あっちだったらちょっと際どいところだったよね。だって分かんないもんね。駅の近く入ると渋滞してるかもしれない。分かんないしね。それバスの量もすぐ見つけられると分かんないし、ね、そうだね。怖っ。小川町行きそんなに本数ないんだね。先に一つバスが来たけど、あれだもん。あー、あれは違うか。あー、聞いてみる。小川町行くか。でも行かないな、これな。乗っていいの？暑い中待ってもらえないから、ここで行く。ごめんなさい。はい。あ、とりあえず、通るんですよ。終点のバス停から熊谷からやつがこう通るから。ほうほう。だから、まあ、ここで待つよりかはもう、あっちの方が。まあ、料金はかかるけど。わかりました。じゃあ、すみません。まもなく終点圏で居住電気呼吸治療センターでございます。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。本日は国際中央バスをご利用くださいましてありがとうございました。はい、ここは何でしたっけ。県立循環器呼吸器病センターってところで、はい、はい、で次のバスを時刻見ておきましょうか。国際中央バスさんありがとうございます。あ、13時半。小川町行きがこれですね。まああそこで待ってたやつがこれ来るってことですね。そうそうそう。なるほど。だからこれ20分待ち。はい。ちょっとでも涼しくなったんで。はい。じゃあ20分ですね。じゃあトイレ休憩とかの。あ、まだここ。ちょっと休みましょうここで。そうだね。小川町行きだ。あ、来ました。じゃあこれで乗って小川町行きましょう。少し早く来てたらよかった。そうだね。かっこいいですね。このカーブ曲がるところがかっこいいですね。あ、そっか、ここが終点じゃないんだな。はい、小川町駅入り口、はい、駅入り口ですね。行きました。ちょっとイーグルバスが来るか。はい、13時50分。これはせせらぎバスセンターです。小川町駅入り口。あ、6分前に行っちゃってるよ。和紙の里、これ13時49分行っちゃってるよ。で次が和紙の里で寄り駅に接続。次はな、あ、次は和紙の里行きか。あれ13時49分6分前に出ちゃってますね。あ、まあまあ、次は14時49分までない。14時49分、まあそうだ、約1時間後ぐらいか。まあとりあえずは駅の方行くか。6分前に出てるのは痛いですね。痛いなぁ。とりあえず名工義塾でも入ろうか。名工義塾な、まあ、さバスの勉強でもしようか。あ、ここで観光案内とかできた。あ、こういう、そうなんだ。あ、聞いてみれば。バスと歩きで、秩父の方に最終的に行きたいんですけども、東秩父村に、例えば歩いた場合、ここで人は通れたりしますかね。あの牧場の、秩父高原牧場を越えて、まあ、通常そのハイキングコースとして、うん、ありますしね。だから向こう側を越えるのには、まあ、通常 その普通の道路があるので、まあ、そうですね、橋場で降りていただいて、橋場で降りて歩いて、ここは一応人が通れて、まあ、歩くのはしょうがないですけども、はい、まあ、歩けるってことで、は
歩けます。大社湖からと違う、秩父じゃなくて近くなりますけど、ここはさすがにちょっと。今通行止めになってるんですよ、ここが。台風19号でまだ直ってなくて、で、まあ、車両は通行止めになってはいるんですけど、じゃあ、こっちの牧場とか、この方が、はい、そちらは全然大丈夫です。もう一つ聞きたいんですけど、例えばこの港町に入った時に、はい、どこからバスの西武秩父駅に乗るバスに合流できるかとか、おそらく140の国道沿いとか、あ、こっちですか、そっちの方なんじゃないかなと思うんですけど、バス一応バス停で調べると、はい、牧場降りて、はい、割とこうすぐにあります。あ、ここですよね、この中見沢とかですね、はい、はい、ありますね、このバス停はその西武秩父に行くかどうか。三沢線っていうバスで南駅方面と西武秩父駅方面とあるみたいですね。ちょっと本数は相当ないですけど、中見沢が17時16分と、はい、山の頂上を越えて向こうに下っていくっていう感じですね。道はすごくわかりやすいです。あ、じゃあまあ、はい、迷うことは絶対ない。うん、そうです。まあ、徒歩すること考えたら、寄りから歩くよりかはまだこっち。ああ、もうそうですね。ああ、じゃあもう。寄りから歩くと相当。寄りから、では皆のまで歩くと相当、まあ、はい、結構、そうか、バスがないんですよね、多分。ないですね、足りないですね、うん。うん、そこは繋がってなかったと思います。はい、すみません、朝のどうもありがとうございました。助かりました。すみません。すみません。あんまこんな客いないでしょうか。ああ、いないです。なかなかいない。最短を案内するのがこちらの。そうですよね、まだ遠回りとかそういう条件でということです。どうもありがとうございました。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。牧場歩きましょう。お、わかりました。じゃあそのルートで行きましょう。ってことはまたあれですね、久々にイーグルバスに乗る感じですね。乗りますよ。おじゃあ、ロニー君がついにね、コースを決めました。乗りますよ。何ルートっていうのかな、あれ、牧場ルート。ああ、牧場ルート。次が、14時48分。こっちね。だから、あと30分後だね。48分。ああ、で、何てバス停でしたっけ、俺の。橋場ってバス停ないか、橋場。あ、ここだ、橋場。橋場。ここまで行く。なるほど。ああ、でそこで歩く感じ、そこから歩くんですね。そこから牧場。おー、行きましょう。牧場コース行ってみましょう。というわけで、はい、あと30分14時48分だから、じゃあ飯食おう。飯を食おう。もう今食わないと多分食えないと思うんで、もうちょっと食おう。じゃあいつものとこ行きましょうか。もうあれだから、そうね、あと30分しかないから、そしてもらおうか。そうですね、マリトッツォがあるかも。そうね、美味しかったね。でもダッシュで、ほら、あ、来た来た、ちょうどこれじゃない、イーグルバス。あ、白石さん、これだ。あ、でも前回のトロとはちょっとほら路線バスタイプだね。そうだね、これだ。よいしょ。じゃあ白石さん、これ、はい、乗りましょう。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。このバスはパトリア小川、東秩父村和志の里、海野経由、白石車庫行きです。今回乗りたい。あ、スルーですね。生クリーム大福と。お待たせいたしました。このバスは海野経由、白石車庫行きです。ありがとうございます。イグルバスさん、はい、というわけで、橋場、
柏バスでですね、イーグルバスさんありがとうございます。久々のイーグルバスさんですね、はい、ありがとうございます。第5弾以来。そして皆さん、ここからは軽い峠越え、ここですね、こっちを曲がって皆野町を目指して。皆野町に入るんですね。そう、ここは東島だけども、わかりました。ここですね、もう見た感じ坂がもうね、もうでしかも牧場まで5キロって書いてある。結構ありますね。そう、今度は秩父高原牧場、この皆野町の方に入る。これ真っ直ぐですね、うん、じゃあ行きますか。今何分でしょうか。15時17分、スタート。はい、まずこの牧場を目指していくんですね。そうだね、5キロ先ですね。だって体重でも1時間15分くらいだ。しかも上りですからね。そう、上りこれ川遊びとかしたいですね、うん。わあ、すごいですね、この急な。これは。いよいよこの峠越えが始まります。むしろこの猛暑でつけっぱは死んじゃうからな。うん、外した方がいいよ。無理しない方がいい。何時間できるからね、ちょっとわかんないもんね。牧場までが5キロだからね。東村から峠越えて皆野町まで行きたいと思います。でもね、空気がうまいね、やっぱり。ちょっと休憩しますか。飛ばしすぎてもね、あれだから。おお、飛んでた。やってみましょうか。ここにバス停とかでもあったら、なんか。楽なんだけどね。いや、でもちょっと水分補給。前回はラムネじゃないですか、これ。前回はラムネ。はい、じゃあ手出して。ありがとうございます。栄養補給。ロニー君から、ラムネ支給されました。ありがとうございます。はい、再び休憩終了、歩きましょう。完全だ。これ真っ直ぐですね。でもこのだいぶ苦しんでるロニー君見て視聴者は喜んでるかもしれない。ドイツの視聴者は。もう、あ、だいぶ景色が、あ、またこの販売所が出てます。ほんとこれずっと登りっぱなしですね。これすごいですね。あの辺すごい景色良さそうじゃないですか。あ、やべ、雷だ。なんだこの音。本当になってきたよ。いや、なってるよこれ。やべ、予報は当たってますね。まあでも標高が高いとこ雨降りやすいからね。天気変わりやすいからね。早めに抜けた方がいいかもしれないね。すごい雲だよ。すごいね、なんか天空の城ラピュタみたいな。何もゴールしてないけど。見てください。あとこの雲を撮ってほしい。なんかこの雲もなんかすごくなんかいいなと思うんだけど。天空の城ラピュタみたいな。そう。いやー、すごいね、山の上まで来ちゃってるよ、この、あの山よりも高いところまで来てる。あ、あれ、秩父、皆野って書いてんね、あと、うん、左側が。でもなんか、もし、分かれ道したらここなんだよ。もし、ほら。こう行く感じか。じゃあ、こっちか。そうだね。だって、秩父、皆野って書いてある。じゃあ、こっちだ。左で。こっちが牧場だから、じゃあ、左に曲がります。こちらで、はい。牧場は行かなくて大丈夫ですか。でも、皆野町に入ると、なんか、秩父高原牧場の中をなんか、別のがあるんだね。通るけど。おし、ちょっと、牛さんとかに挨拶していこう。なんか、これ、アイスってないから、ね。いや、だいぶ標高高くなってきたよ、これ。なんだね、これ、牧場のあれだね。牧場っぽい敷地だな、これ。ヒュー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 。鳴き声が、かわいいですね。わ、あの辺頂上っぽくないですか？しかし、景色がすげえな。これ、普通にハイキングになってんね、これ。わ、またここすごい景色だ。さらに高いところから。お、なんかちょっと
車止まってるぞ、ここ。あ、ここ、てっぺんっぽいぞ。違うかな。ああ、ここだ。あ、でももうここ、境が近いよ、ここ。あ、もうすぐだ。で、あとこの、ここ通って、この多分三沢郵便局、はいはい、ここの道を歩いて、これはどっちでいい？まっすぐだね、これ。でもまだ半分ぐらいあるね。あ、2時間ぐらいかかんね、これね。ここまで、あ、橋場から。でもこっから下りじゃないかな。下りだよね、こっからは。おそらくね。あ、ね、めちゃくちゃ景色いいじゃん、こことかも。あららら。いいね。この先道路幅狭いから。景色がいいね。埼玉ってすごいね。まだこれ下るんですね。これから下りか。じゃあもう皆野町かな、これも。わかんないね、これちょっと微妙な。ねえ、出てないからわかんないですね。いや。亀井来てんね。大丈夫かな、ちょっと。結構下りになりますね、ここから。日暮らしとともに雷も鳴いてますね。皆の町入ってる、ほら。入ってます？ハーブミラーに書いてある、ほら。あ、ほんとだ、よかった。皆の町入りました。皆の町入ってます。ぴょーん。はい、皆の町入りました。皆の町だ、ぴょーん。じゃあとりあえず東渋村はクリアできましたね。あ、いいね、開けてて。あら、こんなとこあったのか。いいですね、ここ。ちょっと、いや、でもあんだけ登ってきたから、こんぐらい下るでしょ、きっと。下るよね、こちら。うん。下りはでも50分とかで行けるのかな、わかんないけど、どっちにしろ2時間コースだね、これね。そのね、バスの時間に間に合うかどうかってもちょっとわかんないからね。いや、でもいいとこだね、この公園。入りたいね、この牧場が。牧場感がないんだけど、ただなんか確かに馬と牛とかがいないね。あ、いや、でもなんかこの感じはなんかね、飼育してるような感じの柵だよね。あの、あそこまで降りるの、あそこまで行かなきゃいけないのかな。すごいね、これ。塔で行くような道じゃないですね、これ。え、尻尾動いてるよね。あ、本当は生きてるやつだ、よかったよかった。ほら、生きてるやつ、よかった。あの、ここで飼育されてるんだ、この子たちは。ちょっと挨拶していかないとね。今年の間だからね。バリバリ変更だよ、これ。あ、動いてる、こんにちは。いや、すごい、え、こんなに牛だ。わ、たくさんいる。こんにちは。かわいいね。どうしたこれ。ちょっと見ていきます。あ、こんにちは。すごいな、これ。たくさんいるね。え、すごいたくさんいる、これ。しかもこんな、狭いところでこんなに。完全に3密状態だけど大丈夫かな。なんか名前が書いてあるのかな、なんか書いてあるかな。うん、なんかなんだこいつって感じで見てるのが可愛いですね。ねえ、でもこんなさ、こんなね、もっとうちって広々したところかと思ったらこんな。ねえ、なんか今集めてんのかね。こんなになんか牛を見るのもなんか。そうね、あんま動物園でも見ないもんね。ねえ、ないよね、こんな、ね、餌を食べてる人もいれば昼寝してる人もいる。あ、人じゃない。かわいいですね。ちょっと癒されますね。なんか疲れがちょっと取れますね。じゃあ行きましょうか。行きますか。バイバイ。またね。元気でな。かわいいね。なんかでも結構でかいけどかわいいね。あの、なんか。ねえ、いろんな子がいて。ちょっと牛さんたちに癒されましたね。いやー、いいインセンティブですよ。1.5 キロ遅れてきた。バス停があったら、あそこにバス停あるけど、あれはでも反対側なんだよな、ね、こっちが中央面だからね。ちょっと待って、あ、西武秩父駅って書いてあるよ。書いてる？じゃあこれでいいの？ちょっと待って、これ後ろ側なの？あ、西武秩父駅行きありますね。西武秩父駅は反対車線でお待ちくださいってことは、ここにあるんだ。ちょっと待ってよ。じゃあ隠して。あ、待って、あ、ここだ。あ、ここだ。あ、あったあった。こっちですね。西武秩父駅、今日平日。はい。今の時間は
ちょうど17時です。ちょうど17時、はい、じゃあ行きましょう。四五。あ、ここからか。はい。まあそこまでだね。はい。うん。40分。あ、こっちか。こっちだね。ここだね。ね、はい、はい。じゃあ運命の。あ、行くよ。あ、行くよ。せーの。あ、17時17分ある。お。西武秩父駅。17時あと17分後。ということはゴール確定です。お。やっぱりでも、あの観光、小川町の観光協会の人はどういった大体、そう、17、なんかそうそう16分とか言って、18時台が最後だったんだな。あ、危なかったね、これ逃してたら、またさらに歩かなきゃいけなかった。あ、これ三沢郵便局ってところですね。三沢郵便局、あ、じゃあ反対側で待ちますか。手を挙げた方がいいのかな。そうだね、多分西武秩父駅行きは反対側でお待ちくださいって書いてあるんで。そう、書いてあるからね。じゃあ、来たら手挙げて待ちましょう。あ、よかったね。あと2本で早く、予想以上に早く着いたんじゃね。なんかすごいね、1時間半、あ、まあ2時間弱か。まあでも1時間半は歩いてたね。巻いた感じですね。巻いた感じだな。あ、疲れた。17分だから、まあちょっと15分ぐらい待ちましょうか。うん、こういうのどかとかでパスなってもいいの。いいですね、なかなか。ちょっと都会の喧騒を忘れて。お、あの花だ。すごい、あの花車両だ。やった。そうなんですよ。マジで知らないけど。ゴールしました。テケ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 テ。ですね、今17時53分ですね。ということは、はい、8時間くらいか。まあちょっと計算が今できないんでわかんないですけど。いいですね、このあの花のラッピングのちょっと。ラッピングバスでございます。はい、そうなん、私知らないんですけども、なんかこれ面白いね、皆さん見てください。はい。はい、というわけで無事西武秩父駅到着しました。ゴールおめでとうございます。あ、ラッピング車両。さよなら。いいですね、久々に行きますよ西武。はい、といったわけで西武秩父駅無事到着しました。ゴールおめでとうございます。やったー。はい、どうでしたか今回の第11弾は。これマジなんか難しく設定したコースだよね。そうですね。ねえ、これどうなんだろう。僕ゴールしちゃったけど大丈夫。これ大丈夫ですけど、どうでした今までの中で。どうでした、一番難しかったですか。いや、あのね、でもね、いや、やっぱ千葉新宿が一番難しい。あ、そうなんだ。これはどっちかといえば、なんつうんだろう、もう歩きが見えてたなって僕の中で思ったから。これね、歩けないとゴールできない設定なんですよ。そう、だからどこで歩くのかなっていうのが。そう、これね、聞き込めなかったらアウトだったんで、聞き込めたのはすごいですね。はい、まさかのこんなに明るいうちにつけるとは。まあ、あなたが頑張ったおかげでしょう。イエ。はい、そういうわけで嬉しいね。はい、これだけ早く終わればね、ゆっくりちょっと少し観光もできる。そうですね、まあこの後すぐ特急乗って帰っちゃいますけども。特急でピューンって帰ピューンってね。はい、そんなわけで。でも疲れたよ。というかお互いよくあんな東京さ。いや、本当に自分で自分を褒めたいです ね。で、あとはまあ小川町の観光協会のあの決め手だね。なるほど、ここを歩いた方がまだなんかつながるだろうなっていうような。これ聞き込みしないと分かんなかったですよ、このルート。
今回のルートで、まあルートはいくつかあると思うんですけども、こういったルートあるよって方があればぜひコメントください。あの川越秩父でね、まあいろんな最適解あると思いますので。最適解はね、はい、なのでまあそんなわけで、はい、第11弾でした。第11弾、はい、バス旅は参加することに意義がある。まあそういうことだじゃあな。